支援の92円を拝読いたします。支援の92編、支援の92編、参加、安息日のための歌、主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたを皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、10弦のことや6弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて、主よ、あなたはあなたなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御技はなんと多いことでしょう。あなたの見計らいは意図も深いのです。間抜け者は知らず、愚かな者にはこれが分かりません。悪者どもが青草のように、ように燃え出ようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが家に滅ばされるためです。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。王主よ、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私の神のお庭で栄えます。彼らは年老いてもなお身を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして、彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が家は不正、主には不正がありません。感謝いたします。支援の92編でした。感謝いたします。